セミ男は2019年7月26日から9月13日まで毎週金曜日23時15分翌0時15分にテレビ朝日系金曜ナイトドラマで放送された。主演は山田涼介で本作がテレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる。セミから人間へと変身した青年が偶然出会った30代女性と共に生命が尽きるまでの1週間を過ごす様を描いていく。どうも、セミです。そうです。夏に皆さんがよく鳴き声を聞く、あのセミです。という視聴者への語りかけで物語は始まる。セミは6年前、クヌギの木に下に産み落とされた。それの目の前にはアパート、うつせみ荘があり、様々な人間が住んでいて彼はその人たちの声を聞いて楽しんでいた。せっかちとマイペースという正反対な性格でほとんど外に出ない王や、小野釘子、ねじこ姉妹、おしゃれな女子学生、熊田美奈子、気は優しくて力持ちな岩本春とその夫、マサ。そして、自分余命短いんでという割には何年も住んでいて、極端に無関心な謎の男、小川邦夫と大きな声をあまり聞いたことがない大岡は、由香がいた。ある日の夜。幼少期から良いことが全くなかった由香は、自分の存在意義がわからず、虚無感に浸りながら、窓の柵に寄りかかっていた。ところが突然、その柵が割れ、地面に、真っ逆さま。もういっそのこと、死んでしまおうとそのまま落ちようとするが、視線の先に、地面から出てきたばかりのセミがいたので空中で、方向転換し、お互い助かる。そして、自分も、当然痛いにもかかわらず真っ先に、大丈夫?とセミに声をかけるのだった。一方、セミは羽化するために、地面から出てきたが、頭上には落ちてくる由香。まだ飛べない自分はどうすることもできない。地面から出たその日に死んじゃうの?だったが、由香のおかげで九死に一生を得る。羽化後、この人に恩返しがしたい。と、意気込んだが泣くことしかできないセミは、たまたま彼女の部屋に貼ってあったポスターに、イケメンがいたので、この人になれば恩返しできるかな?この人になりたい。と強く望んだとき、人間になり、由香に手を振る自分がいた。大岡は由香さん、あなたに恩返しさせてください。7日間、一緒にいてもいいですか?いきなりのイケメン登場に戸惑う由香だったが早速、頭を撫でながら、生きていて、いいんだよと言ってほしいと、おかゆさんと呼んでと頼み叶えてもらい、彼を、セミ男と名付ける。こうして、鶴の恩返しならぬ、セミの恩返しの7日間が始まった。ありがとうございます。